さんこんにちは、チャックバスです。本日は、リンカンハーバーホテルの、目の前から出ている、ニュージャージーとマンハッタンを結ぶ、ニューヨークウォーターウェイという片道9ドルの、フェリーですねを紹介させていただきたいなと思います。まあ、このリンカンハーバーホテルを利用するにあたってマンハッタンに行く場合ですね、基本的には2通りあります。ニュージャージーのバスを使ってマンハッタンに行くか、もしくは本当にホテルの目の前から出てるこの船を使って行くか、この2パターンになるかと思います。まあ、リンカンハーバーホテル自体が、まあ、利用する方はまあ少ないかなと思うんですけども、少しでもホテルの費用を抑えたいという方にはとてもお勧めしているホテルでもあります。やはり、位置しているのはニュージャージー州、ニューヨーク州とまた州境になっておりまして、州が変わることによってやはり値段はすごい安くなります。そしてニューヨークのマンハッタンに比べてやはり利用する人が少ないので、ホテル自体もすごい、雰囲気自体もすごい静かでね、ゆったりとした時間が流れていて、ちょっとここニューヨークなのっていう、まあ、ニュージャージーなんですけど、ニューヨークにあるホテルなのっていう感じの雰囲気ですね、が楽しめるホテルとなっております。それでは行ってみましょう。まあ、こちらの、ニューヨークウォーターウェイフェリーなんですけども、本当にシェラトンリンカンハーバーホテルの目の前から出ておりまして、まあ外のね、デッキとかには出れるような船ではないんですけども、まあ、完全に交通手段っていう感じですよね。この川を渡るだけのためっていう感じで、まあ、利用する方はね、皆さんここに自由な時間を過ごしている感じです。で、やはり私としてはですね、このリンカンハーバーホテルを利用するにあたって、基本的にはバスで、ニューヨーク、マンハッタンまで向かってたわけですけども、まあ、せっかくねニューヨークに来てこのリンカンハーバーホテルに泊まって、まあ、目の前でウォーターウェイっていうウォータータクシー、まあ、フェリーですよねが出てるということで、まあ、一度ぐらいはねせっかくなんで利用してみたいなと思って利用させていた次第でございます。こうやって、まあ、目の前にシェラトンって書いてあるのがリンカンハーバーホテルシェラトンですけども、そこからですね、まあ、反対に向かって進んでいきます。まあ、こういう経験っていうよりかは、経験っていうんですか、まあ、なんていうんですかね、こういうのもせっかくニューヨークにね観光で遊びに行って、まあ、そのついでじゃないですけども、まあ、あんまり私自身フェリーに乗る経験っていうか、そういう機会もあんまりないですので、本当に普通に楽しかったです。まあ、ただ単に川を渡ってるだけで特に何があるっていうわけではないんですけども、まあ、こうやってニューヨーク、ニュージャージーに滞在して、またニューヨークのマンハッタンに船を渡るっていう、本当に面白い経験でしたね。所要時間は大体10分15分だったと思うんですけども、まあね、その間ねゆっくり外の景色を楽しみながら、こうやってニューヨークの全体をね横から見るっていうのもね、これまたフェリーじゃなければ経験できないと思いますので、まあ、もしリンカンハーバーホテル利用する機会があるから、まあ少ないかと思うんですけども、私としてはこのホテルもおすすめですし、まあこの、なんていうんですか、景色が、まあ、ホテルから見れる。まあもしホテルの部屋から見えなくても、本当にホテルの目の前がもう桟橋になってるんで、まああの、明け方とか、そんな深夜ですけど、まあ怖い思いしたりせずに、ね、見ることができますので、私としてはとてもお勧めしております。まあ料金的にもすごいマンハッタンに泊まるよりかははるかに安いんで、ね、お勧めしております。で、このウォーターウェイなんですけども、ルートとしましては、まあリンカンハーバーを出て一つ停留所を経て、でニューヨークのマンハッタンに到着するっていう感じですね。
料金は、一律9ドル、今の日本円で1000円ちょっとくらいですかね、片道しますので、まあ、バスに比べるとですね、やはりコストとしては、高くなってしまうんですけども、まあ、1回ぐらいね、利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。せっかくなんでね。では、この停留場で、マンハッタンに向かうところであります。これちょうど私がいるのは、出入り口の本当に目の前に位置しておりまして、もう本当にね、ここからニューヨークのマンハッタンが、近づいてくるっていう感じで、まあ、ほとんど、観光客の方がこの路線には乗ってなくてですね、私が利用した時間には乗ってなくてですね、本当に、外の景色を楽しんでるっていうのは本当に私ぐらいで、皆さん携帯や新聞や、利用して時間を潰してるっていう感じですね。まあ、私としては本当にこのリンカンハーバーホテルを利用するにあたって、まあ、せっかくだからっていうことでこのウォーター、ニューヨークウォーターフェリーを利用したわけなんですけども、まあ、本当にね、船から見るまたニューヨークのハーバーホテルっていうのは結構綺麗ですから、そういう意味では本当に大満足ですね。これが日本に1000円超程度ということなんで、私は心を声を大にしてお勧めしたいと思います。まあ、リンカンハーバーホテル自体をね、利用する人はあんまりいないかもしれないんですけども、まあ、一人でもね、これから利用する方の、知識になればなと思います。